皆さんこんばんは。映画ヨガ無双へようこそ。フーマです。今日紹介する映画は、中学校の教師を妊娠させ13歳にして父親になったドニーと息子の姿を描いたコメディ、俺の息子です。1984年、13歳で神童と呼ばれたドニー・バーガーは、大物歌手バン・ヘイレンのチケットを手に入れる。コンサートに誘うのは、お目当てのセクシー数学教師、メアリー。しかし断られてしまい、恋人じゃなくて先生よ、と叱られる。ドニーは、そんなことより俺の何をしごいてくれ、と生意気な言葉を使って居残りさせられることになった。教室には二人きり。するとメアリーからドニーを誘惑してきた。メアリーも実はドニーのことが気になっていたのだ。ドニーはそこで童貞を捨てることになり、二人の禁断の関係が始まる。ある日、全校生徒や教師が集まる体育館で、次の生徒会長を決める集会が開かれていた。すると、女性の喘ぎ声が聞こえてくる。ステージの幕を開けると、絶倫のドニーとメアリーがセックスしていた。教師とセックスしていたドニーに、全校生徒だけでなく、教師たちも拍手を送る。その結果、メアリーは妊娠。しかも妊娠が発覚してからも、ドニーとの関係を続け、全く懲りていなかったことから、裁判で30年間の刑務所生活を言い渡される。子供の親権は、ドニーが18歳になった時に、すべて彼に移ることとなった。ドニーの活躍は瞬く間に広まり、映画化もされ、スターダムへとのし上がるのだった。しかし、それから時が経ち、ドニーは一人きりで、家もなく、手持ちの金は28ドルと、子供の頃に比べて落ちぶれた生活を送っていた。ハン・ソロと名付けた息子は、18歳になった途端に家を出て行ってしまったのだ。またドニーは税金を滞納しており、4万3000ドルを払わなければ3年間刑務所に行くことになると伝えられる。これは何とかせねばと弁護士から賭け話を聞く。肥満男と呼ばれているタビーがマラソンを走ることになり、1位でゴールすれば8000倍の金をもらえることができる。危険だったが、ドニーはそのレースに20ドルかけるのだった。息子のハン・ソロは何をしているのかというと、トッド・ピーターソンという名前で出世していた。そして美人な婚約者との結婚も控えており、新聞記事でも話題になっていた。トッドは両親が爆発事故で死んだことにして、誰にも父親があのドニーだとは話していなかった。ドニーは仕事をもらえないかとテレビ局に駆け込み、有名なコメンテーターであるランドールに会いに行く。4万3000ドルになる仕事を頼みに行ったのだ。ランドールはドニーとメアリーと息子3人が刑務所で再会し、それをテレビ番組として流せば金になると思いつく。それができればドニーに5万ドルを払うことを約束する。そして新聞記事を見たドニーは早速息子の元に向かう。息子は上司であるスティーブの別荘におり、ドニーもそこに到着した。家に入り、食事中のトッドに喋りかける。やってきた父を見て、トッドは親友だと婚約者と家族たちに慌てて説明する。そこには軍服を着た婚約者の弟チャドもおり、彼は異常なほどトッドに敵意を向けていた。なんとか家族をごまかし、二人きりになるとトッドは、なんで俺のところに来た、もう会いたくない、あんたなんか本当に死ねばよかった、とドニーに怒りをぶちまける。ドニーは母さんが重傷だと告げ、会いに行くよう説得するが、トッドは行かないと言い、二人は喧嘩になる。そしてそのままパーティーが開かれた。トッドの同僚はドニーが教師とセックスした有名人だと気づく。トッドの親友だと聞いて、彼は結婚式のベストマンをドニーに譲ることにした。みんなが納得し、二人に拍手を送るも、トッドの内心はまた父親に人生をぶち壊されるのではないかと不安でいっぱいだった。別荘には野球場もあり、遊ぶことになった。
ドニーがバットでボールを打つと、みんな見事にキャッチしていく。女性も、おばあちゃんも、2歳の男の子でさえも見事にキャッチし、会場は大いに盛り上がる。しかしトットはキャッチできずに顔面ヒットする。ドニーが何も教えてくれなかったことから、彼は野球も水泳も自転車に乗ることもできなかったのだ。トットの婚約者は1万2000ドルしたウェディングドレスを試着していた。そして婚約者はドニーが配っていた本のことをトットに話す。この本はドニーが書いていて、息子のことがテーマになっていた。最後に息子に会いたいと書き記されており、トットはつい泣きそうになる。結婚式は教会で挙げる予定だったが、トットは神父に父のことを聞かれて、いなくてもいい存在だったと愚痴をこぼす。教会でそのような情けないことを言うトットに、神父は聖域で汚い言葉を吐くなと注意する。そんな神父にトットは、あんたの言葉は何も響かないと自分の意見を曲げなかった。庭に連れて行かれたトットは神父に殴られる。神父はボクシングで相手を殺し、この地位まで上り詰めた男だった。かなり鍛えられていて、トットに勝ち目はなかった。なのでドニーが背後から迫り、ビール瓶で殴って神父を気絶させる。結果、教会で式を挙げられなくなった。みんなはトットに背を向け始め、ドニーはフォローに入る。爆発事故で両親が亡くなり、教会で嫌なことがあったからあんな態度だったんだと説明する。この話を聞いて婚約者たちはトットに同情し慰める。しかもドニーは二人にもってこいの式場を紹介してくれた。海の見える景色の良い場所で花もたくさん飾れることに婚約者たちは喜んでくれた。独身最後の日となるので、トットの同僚が男性陣を良いところに連れて行くと言い出した。ドニーはきっとエッチなお店だと思っていたが、マッサージをするだけのエステで不満をあらわにする。そこでドニーは馴染みのストリップバーにみんなを連れて行く。酔っ払ってみんなは大はしゃぎ。トットも控えていた酒を飲むことにして、店員のブリーと仲良くなる。そしてドニーは息子以外を先に帰らせた。そして親友のバニラおじさんに会いに行く。3人はさらに飲み歩いてボーリング場などで大暴れ。ダイナーの前でタッチション。またドニーは教えてやれなかった自転車を息子に教える。トットは自転車に乗ることができて喜ぶが、車に激突してしまう。車の中でイチャついていた裸の夫婦が激怒して、トットは追いかけられてしまう。そして二人は最高の思い出を作り、別荘に帰った。ドニーは本当に愛しているのだと息子に思いを伝え、二人は抱きしめ合った。酔っ払ったトットは部屋に戻り、ウェディングドレスが婚約者だと思い、抱きしめそのまま眠りについた。翌朝、婚約者の雄たけびで目が覚める。なぜならウェディングドレスにはゲロがついていて、さらに精液もついていたのだ。トットは婚約者にこっぴどく叱られ、ウェディングドレスのクリーニングを命令される。なんてバカなんだと言いながら車を走らせる。そして帰りがてら母のいる刑務所に行くことをドニーに電話で伝える。まずいと思ったドニーは刑務所に急ぐ。初めての3人での対面。ドニーは久しぶりにメアリーに会って再び胸がときめく。これこそ愛であると確信した。感動の再会を果たしていると、ランドールがカメラマンたちと共にやってくる。ドニーが5万ドルもらえる約束をしていたことがトットにバレた。息子と一緒に時間を過ごしていくうちに、ドニーはお金のことなどどうでもよくなっていたが、トットには信じてもらえなかった。別荘に帰ってきたドニーはベストマンとしての贈り物を探していた。すると外から婚約者が電話で話している声が聞こえてくる。内容からして婚約者は誰かと浮気していたのだ。ドニーはそのことを息子に伝える。しかし婚約者の電話の相手は新聞記者で、結婚式を取材してくれる人をサプライズで呼んでいたと話す。間違えてしまったドニーは荷物をまとめて出ていくことになった。
まだ諦めきれないドニーは友人から花嫁を味方につければよいとアドバイスされる。そこで婚約者のいるホテルに向かう。結婚式前なので、トットと婚約者は離れた場所に泊まることになっていた。アイスクリームを手に持ち、ドニーは婚約者のいる部屋に向かう。するとドア越しに喘ぎ声が聞こえてきた。やはり浮気をしていたのだとドニーは確信する。そして隣の部屋の窓から侵入することにした。ドニーは婚約者とベッドにいるのが先ほど電話をしていた新聞記者だと思っていた。しかしそこにいたのは婚約者の弟チャドだった。二人は養子でもなければ親が違うこともなく本物の兄弟だった。さらにチャドは軍人ではなくただのダンサーだった。この最悪な状況の中、ドニーは証拠を携帯の写真で撮る。婚約者はその写真を消すなら5万ドルの小切手を渡すという。ドニーは悩んだが小切手をもらうことにした。結婚式当日、ドニーは最悪な気分だった。このままではダメだと結婚式に殴り込むことを決意する。友人に運転を頼んで車で急行する。しかし渋滞に巻き込まれなかなか先に進まない。反対車線から追い越そうとするが対向車を避けて車が砂にはまってしまう。ここからは走っていくことにした。結婚式はだいぶ進んでいたが、到着したドニーは異議を申し立てる。愛とはもっと深いものであると主張し、トットのことを息子と呼ぶ。どういうことかと婚約者に聞かれて、トットは彼が父親であることを打ち明ける。彼は生徒と教師の子と言うのが嫌だったのだ。婚約者は生徒と教師の子なんて気持ち悪いと言い出す。どの口が言うんだとドニーは反論。するとチャドが口止め料のことを話し始めた。金なんていらないと言い、ドニーは自分の口から言うように婚約者に伝える。弟と寝ていることを聞いてトットはなんてことだと取り乱し、結婚をやめにする。出席者にもこのことは聞こえていた。トットは自分はトットではない、本物の名前はハンソロだと伝えた。混乱した婚約者がナイフを持って突撃してくる。ドニーはビール瓶で頭を叩いて気絶させる。すると今度はチャドが襲ってくる。ハンソロはチャドをビール瓶で殴って父を救う。しかしチャドは起き上がってきた。そこへ神父がやってきてチャドを殴って気絶させる。そして二人は仲良く式場を後にした。馴染みのストリップバーに行ってドンやハンソロはみんなと酒を飲んでいた。ドニーは息子から金を借りるのはダメなことであり、自分で責任は取らなければという。あと3年もすればメアリーも出所することから、二人で改めて人生をやり直すことにした。すると弁護士から電話があり、ドニーはテレビをつける。なんとまさかの肥満のタビーがマラソンで追い上げていた。見事一着でタビーがゴールインして、ドニーたちは大喜びした。いかがでしたか？本映画は笑いのために下ネタを使うのではなく、下ネタ自体で物語が出来上がっているという珍しい映画でした。教師と生徒や姉と弟の禁断の関係などが生々しく描写されていて、あまりおすすめはできません。ただ完全なるコメディ映画と割り切ってみたら楽しめる作品だと思います。何よりも出演者がとても豪華で、主演のアダム・サンドラーに神父役でジェームズ・カーン、スーザン・サランドンの意外な役柄にも注目です。豪華な俳優陣が集まって下劣な家族ドラマを繰り広げていると考えたら笑えてくる映画でした。こんな無茶苦茶な映画を見てたら悩みなんてどこかに飛んでいきます。下ネタ多めで笑いたい時には本映画で決まりです。